さあ、時刻は2時30分を回りました。お届けします。この番組は、めぐみかんのフリーライフ2です。はあ、お相手は、めぐみかんこと、池城めぐみです。いやなんか、久しぶりな感じがしますね。だいぶね。えっ、ー、とね、まあ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 、でも、理由としては、えー、先週、先々週とね、えっ、ー、と、FM コザに、 えっと、職場体験で来ていた中学生がいたんですけども、それでね、最後に木曜日までで、火水木と3日間、職場体験があったんですけども、その最終日の木曜日、この時間に、特別番組をやるということで、やってもらっていたら、気づいたら、こんなに日が空いてしまいました。いや、なんかいいですね。久しぶり。 の番組もいいですね <laughs> <laughs> さあこの後3時まで生放送でお送りしていきたいと思いますが皆さんいかがですかねいかがお過ごしですか2週間ぐらい3週間ぐらいえぶりですけれどもなんとなくね12月にも入って体調を崩している人もいるんじゃないですかね私みたいに。 <laughs> ちょっと喉の,の調子がね、えー、よくなくて声も相変わらずのガサガサ声となっていますけれども最後までぜひお付き合いいただきたいと思います。さあこの番組はね、えー、特にこんな番組っていうのもないんですけど皆さんとね、えー、仲良く仲良く楽しくゆったりとお話できたらいいなと。 そういう番組です。なので、まあ一応テーマはね、決めてるんじゃ決めてるんですけど、まあ、テーマに沿ってなくても全然大丈夫です。メッセージいただけるのだ,だったらね、何でも大丈夫ですので、ぜひぜひご参加くださいね。ちなみに、今日のテーマなんですけど、えー、っとね、 明日が実は FM コザの大忘年会ということで参加される方もいるんかなと思うんですけれどもそれで一応まあ忘年会というふうにしようかなと思ったんだけども他の人たちもねやってるかなということで私は忘年会関連ではあるんですけど忘年会の余興 っていうんですかねよくあるじゃないですか会社の忘年会で余興とかね友達同士での余興とか家族での余興家族での余興とかねいろいろあると思いますけれどもどんな余興をてか余興をしますかっていうところからかなうん余興をしますかっていうこととかあとどんな余興をしますか で、どんな余興が、あ、こんな余興を見たことありますとか、こんなのが面白かったよとか、いろいろ多分あると思いますので、それについてね、メッセージ、えー、お送りしていきたいなと思います。私自身がね、あんまり余興っていうところにね、えー、立ち会ったことがないもんで、なので、だからどんな、 ものなのかなと。思ったり。したんですかね？メッセージの宛先は？761アットマーク fm コザドット。76 jp 761アットマーク fmkoza.jp までそしてツイキャスもね。いっぱい来てるんですけども、ツイキャスユーストリーブでも生配信していますので、参加しやすいスタイルで。 ぜひぜひご参加お願いいたします。ということで今日のオープニングナンバーなんですがさった11月の、えーとね、25日先月のね25日に11月25日金曜日に上がるんですけれども那覇のアウトプットというライブハウスがありましてそこにね私が好きな ポニーテールリボンズというね、えー、<laughs> とユニットというか、アーティストっていうのかな、がいるんですけども、そのワンマンライブがあったんですね。で、もうすっごい楽しくて、久しぶりに行ったからね、とっても楽しかったので、その時の、その、これ、えっ、ー、とね、その時に歌っていた、 どううしようかなー曲んーどれをかけようかなって今迷ってるんですけどえー、っとねどうしようかなこれにします1曲目にね歌っていたこの曲を最初に、えー、番組オープニングナンバーとさせていただきたいと思いますそれではめぐみかんのフリーライフ2今日のオープニングナンバーはポニーテールリボンズでザルそば お送りしたナンバーは、ポニーテールリボンズでザルそばでした。いやー、面白かったでしょもうライブのことを思い出すとね、また笑いがこみ上げてくるんですけども、まあ、えっと CD もね、最近はあんまり出してないんですけど、まあ、オンラインでも、ね、発売されてると思いますので、ぜひ、ポニーテールリボンズで

ひ昼過ぎぐらいからいきなり体が固まりだしてね右,右肩がやばくてなんていうのこの肩甲骨のあたりっていうのが痛くてねなんでかなそうポリテルリボンズざるそば一応 <laughs> お,おすすめ さあ時時刻は2時41分ですお送りしているこの番組は「めぐみかんのフリーライフ2」ですさあえー、っと皆さんからのメッセージお待ちしておりますよメールアドレスは76「761」「#fm コザ」.jp ですスイキャスユーストリームでもネット生配信しておりますのでぜひぜひご参加くださいね ということで、ツイキャスもいっぱい来てるので、紹介していきたいと思いますよ。それでね、えっ、ー、と、もうリスさんとルドルフさんのオンパネートなんですけども、い <laughs> つもありがとうございます。本当にね私、私の番組だけじゃなくて、他の番組とかにもね、えっ、ー、と、いつも来てくれてね、応援してくれてるんですけども、この2人はね、はい、えっ、ー、とね、 えっっとなんんだけはこにちはめぐさん「めぐみかんの部屋ですかライブは久しぶりですよ」といただいているんですけれどもまあまあね「めぐみかんの部屋」っていうのはねあの番組が始まる前になんかいろいろと話をしてまして「めぐみかんの部屋」っていうのもいいんじゃないかとまあざっくり言ってねだいぶざっくり言いましたけどそういうのがね 話をしててねうちのスタッフと言わねえよと <laughs> あのテレビでねまあちょっと前に終了してしまったあのテレビのあのの部屋みたいな感じでやってくださいよって言われたんですけどやらないよっていうふうになってねそれを、えー、レドルフさんも聞いてたということで「めぐみかの部屋」というふうになってますねはい <laughs> 期待には添えません そしてえっとりすちゃんがね紫芋って聞いてるんですけど紫芋って、まあ、今日の服がね、まあ、ちょっと紫の服を着ているのでそういうふうに言われたのかと思うんですけど芋でもないしなすでもないです <laughs> そうですよはい久しぶりなのでねでこのさっきね CM の前にかけたざるそば、もう皆さん、2人もね、チェックしてくれているみたいなので、ありがとうございます。ぜひぜひ、ネットでもね、iTunes とかでもね、多分ゲットできると思いますので、検索してみてくださいね。ありがとうございます。それで、えー、今日の忘あ今日の、えー、メッセージテーマ、 忘年会の余興ということなんですけれども、ちょっとネットでね、調べてみて見たんですけど、忘年会の、えー、余興ランキング2016というものがありまして、今年、これが余興が多いよっていうことなんでしょうね。うんうん。で、第、第ね、 5位からいようからうなそうね第5位から発表していきましょう10位まであるんですけど第5位からちょっと紹介していきましょうね第5位が、えー、CM ソングメドレーということでなんかね今年に入っていろんな、ま、テレビ CM とかであって。 でその面白い CM のメドレーを余興でやるということなんでしょうね。で結構面白い歌物とかの CM があるのでね、結構何て言うのかな、視覚的にも印象深いものだったり歌みたいにね、すごい耳に入ってきやすいっていうものもあるのでそれの、まあ、パロディーじゃないけどね、その完コピみたいな感じでね なんかいろいろと被り物だったりとかしてでその CM を再現してみたりとかっていうこの CM ソングメドレーっていうのが第5位に入っていますそれをいくつかやるんでしょうねうんうんうんやってるの見てみたいですね面白そうだなそして第4位なんですがここできたかと思って SMAP メイクメドレーと来てますね SMAP の人気曲を歌い上げる。で5人、五人揃えてね、最高ですよと。でファン、ファンに人気のステイやオレンジを織り混ぜてもいいかもしれませんね。そして、もちろん最後は、世界に一つだけの花を大合唱して、みんなで盛り上がるということですね。まあ、いろいろとね、まあ、あった。<laughs> 今年年でしたからね今年はねはそういう SMAP の普通でも使えると思うしねこう、はいう忘年会の今年,だか今年だからこそっていうものもあるのでやってみてもいいかもしれないね面白そうそれででもベスト3に入っていきますけどもあ3位がこれなんだなって思ったんですけど第3位が恋ダンス ここ,がここで3位なんだなと。私てっきり1位と思ってたんですけどね。こういうダンス。えっ、ー、と、毎週火曜日、10時でしたっけ私実は見てないんですよ。おにぎはじ t v やつ、見たこと、見た、見たことはあるんですけど、もうね、3話と、3第3話と第5話を途中からしか、しかも10分ぐらいしか、 見たことがなくってもう話がわからないみたいな <laughs> になっちゃっててちゃんと見たことがないんですけどもまあまあまあこの人気はもう聞いているところなのでね1位かなと思ったんですけど近かったんですねこの「逃げるは恥だが役に立つ」この毎週火曜日10時にね放送していますドラマですけども星野源さん主題歌あ主題歌じゃない。 主演のね、ドラマ、まあ、星野源さんが取材会を立ってますけども、恋、ね、星野源さんの恋に乗せて、えー、恋ダンス、ねえっと。エンディングかなで、出演者が踊ってるんですよね、このダンスをね、それがまたいいという噂を聞いてますが、はい、でこの恋ダンスが3位ということですね。 でも結構ね、これ踊れたら本当にかっこいいと思うんですよね。はい、キレッキレだもんね。うんうん、今年の FM 5差の大忘年会でもやってくれる人いるのかな <laughs> 飛び入りで入るかも分かりませんね、はい。楽しみです。そして第2位ですね。あ、なるほどなっていう感じですが、パーフェクトヒューマン。 第になってますねあそっかそっかパーフェクトヒューマンがあったかいいねはいはいはいで、まあ、レディオフィッシュの曲はオリナルなので盛り上がること間違いなし難易度はちょっと高めですがそれこそラップキレッキレダンスで踊れればパーフェクトヒューマンにウルトラタイガーまでリレー,レーレにしたら完璧ということですねでもこれできたらた確かに さっきの恋ダンスとはまた別のね感じでかっこいいなぁと思いますね。ああ第2位がパーフェクトヒューマンということになりますね。ということはですよ。ということですよもう。第1位はじゃああれじゃないかってみんなそれで、ね、そろそろちょっと予想ついてません 5位から始めて、じゃあもう一回ちょっと振り返ってみようか。第5位が、えー、っとね、CM ソングメドレー。で、第4位が、SMAP 名曲メドレー。そして第3位が、恋ダンス。第2位が、パーフェクトヒューマンとなってます。第1位、まだ出てない、あれがありますよね。あれですよ。<laughs> じゃあちょっと分、まあ、かるかもしれないんだけどね言う前にちょっとメッセージから紹介しようかな、えー、ツイキャスでえー、っとあもうリスちゃんが言ってるからなもういいかな <laughs> えっとえっとねあえー、っとリスちゃんが3位は <laughs> 工藤静香メドレーですかと聞いてるんですけどもいや工藤静香じゃなくて SMAP ですあのそういうなんていうか裏のつながり裏,裏のつながりって言ったら危ないねちょっとなんか遠回りな感じで言うのにやめてくださいね分かりづらいくなっちゃうので SMAP <laughs> のメドレーですで結構ね,ね恋ダンス 結構難しいよねって話をしてて楽器の踊りが3位なんですね意外ですねってヨドルフさんも言ってますね,ねえ見てないんだヨ <laughs> ドルフさんもリちゃタも見てないんだねそっかそっかでリスちゃんが誰が覚えるねんあーそんな練習する日もあるかと <laughs> みんな忙しい中一生懸命覚えてるわけさすごいよね リスちゃんわ全くわかりませんと言ってますけどあなた答え言ってますからねそれでは <laughs> 第1位もうもう言わずと知れたねあれですよ第1位はピコ太郎の PPAP ということでですよねいややっぱり何だっけペンパイナップーアッポーペン ですよね、いやあうんカンコピスしてる人多いのかなどうなんだろう結構海外でも有名にな,なりましたからね、まあ、恋ダンスとかパーフェクトヒューマンよりは、ね、簡単っていうか割とシンプルで歌詞も覚えやすいし振り付けもそこまで面倒あの難しくないということなんでしょうね。まあ、この ペンパイナッポーアッポーペンっていうだけでもなんか受けそうな <laughs> 感じがするんですけどまあそれということで、えー、忘年会の余興ランキング1位はピコ太郎で PPAP ペ,ペンパイナッポーアッポーペンということでした皆さんもねこの中でやる余興ってあるんでしょうかね楽しみですまた 次のね、バーゲンの時にでも教えてください。こんなやりましたよとかね、あったら教えてね。で、えっと、ツイキャスからも来てますね。あ、AKB4 さんも来てますね。こんにちは。そして、えっ、ー、とね、ルドルフさんからメッセージがあったんですけど、どこだったかなあ、ありました、ありました。今日のテーマ、忘年会。 最近不景気で忘年会はありませんよ。ああ、やっぱそういうのも関係してくるんですね。余興をするのも見たことがありません。え <laughs>、そうなんだ。え、内地のものと沖縄はまた違うんですかね。そういうノリというかね、えー、と忘年会に対する余興とかのね、あれがまた違うんでしょうかね。いやまあでもね、忘年会は余興だけではないけどね、楽しみはね。 はいということで今日はね忘年会の余興ということであのー、お届けしてきましたけれども「<laughs> FM 講座の大忘年会」明日12月9日えー、と金曜日夜の7時から10時までイオ,ンイオンモール沖縄ライカム別館のオリオンビアホールでえっ、ー、と お届けしていきますので、開催されますので、参加される方ぜひ楽しんでいきましょうね。いっぱい交流していきたいと思います。それでは、またね、えー、と、来週はまた職場体験の子たちが、特番が入ると思いますので、今年の番組最後は22日かな。12月の22日が多分最後の番組、今年最後の 番組ととなると思いますそれではその時はねまた一年振り返って言ったり喋りたいと思いますのでその時もまたお付き合いくださいまた次回ですさようなら